お疲れ様です。クロスの龍です。ナスです。よいしょー。はい。はい。はい。うん、まあ、2本目ですね。はい。あの、またもう1本エナドリいただきます。2本目のお時間です。いやー、バンドさん。バシラに待ってます。お時間です。2本目のお時間です。今日の企画はね、はい、鳴田月という男。はい、もう鳴田月だけ男という感じはね、うん、漢字の漢にしてます。漢字の漢ね、うん、男でしょうよ、男やね、うん、なんか、今回はね、うん、アビスパ福岡、はい、残留プラス8位にね、うん、大きく貢献をしてくれた期限付き移籍なんですけども、うん、そうね、うん、もうこの人の貢献度はね、うん、前選手に次ぐと言っても過言ではないぐらい、間違いない、やってくれた奈良選手について、うんうん、改めて勉強したいなと思います、はいはい、やっぱねこうやってね、うんうん、一から奈良選手を振り返るって大事ですよ、うん、そうね、もう待ちに待ったね、なんとなく知ってる情報あるやん、うん、コンサドーレいたとか、うんうん、川崎にもいた、川崎いた、鹿島から来たとか、うんうんうん、キーパーやったことがあるとかね、うんうんうん、ちょっと振り返りたいなと思うんですけど、うん、はい、はい、まあね、来シーズン福岡の完全移籍が決定しました、うん、待ちに待っとったね、みんなツイッター上でもね、ツイッター嬉しかったやろな、みんなね、うんうん、でも本当に、奈良選手もね、まあ、見てないかもしれないですけど、うん、嬉しいと思うんですよ、嬉しいね、やっぱりこう借りてきたチームであんなにこう、うんうん、愛してくれてさ、うんうん、あんだけこう SNS で取り上げ、まあ、もちろん奈良選手の実力ありきにはなってくるんですけども、うんうん、嬉しいと思うし、うん、なんか見てても僕はほっこりするので、うんうん、個人的にいいなと思ったんですけど、うんうんうん、で、まあ、特徴としてはね、やっぱ粘り強い守備、うんうん、高いリーダーシップ、うん、熱い男、熱い男、もうスキルに入った熱い男って入っとった、入っとった、入っとった、もう FIFA にも入っとった、熱い男って大して能力上がらないでも本当にね、うん、今シーズンやっぱ奈良選手に助けられるのが大きいと思いますし、そんな奈良たつきという男について調べたのを発表したいと思います、はい、北海道出身ね、で28歳、うん、僕同級生です俺さすごい、俺本当にね、奈良選手って昔から俺 J にいるイメージあったの、なんかだから俺本当に来てすぐぐらいは36ぐらい、いやいや俺もかなりベテランだと思ってよ、ね、大ベテランが、うん、もうね、鹿島でもちょっと機会限られてから阿炎に来る、まあよくあるじゃん、駒野、うん、選手とかさ、昔こう名を馳せた選手が阿炎に来るみたいな、うんうん、俺その流れかなと思ったら、うんうん、まあ28、そうね、ね、確かに駒野選手の田中誠選手がね、俺がだって小5ぐらいから試合出てたスルッタもっといったのスルッタもっといったの、若いよね、うん、俺びっくりしましたよ、うん、まだいけるやん、いやいや完全で取れたらでかくね、これめちゃくちゃでかいよ、あとマジでだってほんと軽く 4,5 年は絶対いけるじゃん、いける、うん、でプレースタイル的にもさ、うん、足の速さだけとかでやってないじゃん、本当にこうさ、丁寧にさ、空中戦飛ぶ前に体ぶつけたりとかさ、相手がこう裏抜ける前にちょっと体ぶつけて進んだりとか、うんうんうん、そういうこうディフェンスのうまさが凝縮されたプレーじゃないですか、いやそうなの、最初はさ、なんか熱いだけと俺も思ったんやけど、そう、俺もそのイメージあった、このシュートブロックへのこう察知、そう、ね、やっぱここに来るっていうね、ボールが来るっていうの察知力とか、それこそ体ぶつけるところとか、技術が高いよね、いやー、ほんとそうよね、目に見えない技術、だから長谷監督もやっぱある程度こう、うん、侵入されたとしてもやっぱ中は閉じるっていうところで、鳴田敦貴選手、グローリー選手っていうのはそういった意味では、うん、多分ハサミカサッカーにおいて多分結構すごく大事なところっていうかね、うん、最後ある程度活かせるけどシュートは止めるんだよっていうのがハサミサッカーじゃん、うん、そう、そういう意味では完璧、うん、一番足が伸びる選手よね、そうね、奈良選手って、うん、意外に言うと身長も180センチありますし、うんうん、体重74キロで、うん、結構やっぱ大きく見えるしね、うんうん、足出てますし、うん、本当に、うん、もう褒め、もう序盤まだね、うん、レポートの10分の2ぐらいのベタ褒め、奈良ちゃんそうよ、ね、うん、でプチ情報ですね、はい、早いね、プチ情報、もう序盤に入れてきたね、はい、今回、うん、奥さんはめちゃくちゃ美人、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、インスタとかに上がってるのかな、映像の中ネット上でね、拾ったけど、うん、日本ハムファイターズ専属のチアリーダーを務めるファイターズガールやったっていうね、いいの奈良ちゃんでよかったんかな、やったっていう、でもまあ、うん、ほら、アビスパじゃない、うん、ホークスもさ、うん、ハニーズがあるあるね、うん、やっぱ同じような感じだろうね、うん、やっぱりこう福岡で選ばれし者がなるみたいなイメージやけん、うん、同じような感じでしょうね、うん、めちゃくちゃ綺麗、
まあそれはね、あんだけかっこいいよ、やっぱ奈良さんね。いや渋い男やけどね、あんだけ絶対優しいしね、男やけど、本当の男やけどね、多分。いや来年もいるの嬉しいね。デートとかもすごい男らしいやろなと思うよ。なんかインスタとか結構たまに家族とかでいるのに出てくるけど、うんうん、なんかほっこりしますけど、そうだね、初投稿は犬の投稿やったけど、ね、確かにはい、で2011年、はい、コンサドーレ札幌ユースから、はい、高校生3年生時にね、うん、二種登録のトップチームに登る、はい、早い。やっぱりやっぱ俺早く感じたんか。多分そうかもしれない。これ10年前や。ほら、うん、やっぱ、うん、俺高1か高3ぐらいか。高3同じ年ね。めっ、あ、そうだ、高3一緒か。同級か、うん。俺がじゃあバリ勉強しようなか。そうそう。もう J デビューして。J リーグデビューしてる。すげえ。それは長く感じますわ。うん、10月天皇杯でデビューすると、はい、その後、うん、最終節までリーグ戦にも1000試合先発出場、そう、 J1 昇格に貢献、貢献、素晴らしい、うん、これが18歳よ。いや18歳よ。俺はもう女のことしか考えてないんだ男子校やったから。いや慣れちゃうとだめ、熱い音です、サッカーのことだけど、まっすぐ、大きな差ついてるよ、ついてるよもうで2012年、はい、前広之キャプテンと共にトップチームに昇格、うん、こんな縁があったんやね、うんうん、こういうの知らないから嬉しいですね、うん、そうね、なんかどっちともコンサドーレってのは知ってたし、そうそうそう、流れあるんだろうなしか分かってなかったけど、こういうのはすごいわ、うんうん、いやじゃあ今嬉しいんじゃない、やっぱそう、ね、自分たちが出た地とは、うん、場所とは違うけども、うんうん、違った場所で一緒にね、そうやってチームの主軸としてやれてるっていう、うん、一緒にプロ目指して頑張ってきた中で ね、うん、でそう考えればやっぱ札幌っていい選手出てるね、うん、出るね、うん、他にもいたんでしたっけ、あの荒野選手とかね、うもう札幌のもうドンと言われる荒野選手、ね、いや本当にね、うん、そういう意味でやっぱ札幌本当にいい選手を輩出してますよね、しとるよ、アビもやっぱそうなりたいね、なりたい、富安とかいう、まあ、バケモンが生まれたとりあえず一人バケモンが生まれたけど、それが下にどん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 、そうやっぱコンスタントに出していきたいですね、うん、そうね、うん、1個えぐいの出てきたけど当たり引きまくったね、あれはもう大当たり引いた。またちょっと話したいけどね、はい、プレミアボコボコしとったね。グイって。いや、飛び出す話やしたもん。そうね、止まらんけど、止まらんけど、ね、うん。今回、奈良プレミアボコとかなんで。うん、はい、で、2011年、はい、2015年まで札幌で103試合に出場。うん、で札幌がねちょっと降格してしまった時に、うんうん、まあ、リオデジャネイロオリンピックを目指して移籍ということですね、はい、うん、で FC 東京に期限付き移籍、うん、2015年、はい、森重選手、丸山選手からか、うん、なかなかねその時はスタメンを奪うことができずに、うん、まあ、対談と、対談、まあ、うん、しかも森重選手がまだ一番いい時期でしょ、いやいや丸山選手がね、もう日本代表やけどね、うん、まあ、でもそれだけねそこと争える、うん、だけのね、うん、ポテンシャルはね、うん、認められてたというところ で、うんうんうん、で川崎フロンターレにその完全移籍ですね、うんうん、2016年から2019年71試合に出場、はい、いやもうここでもねスタメン勝ち取って、はい、うん、しっかり出場してました、ね、すごいよ、うん、残念ながらねこう怪我によってオリンピックの本大会には出場できなかったんですけど、そうだよね、予選ではね、まあ、あのオリンピック出場まで導いたんやけど怪我で本戦には出れなかったっていうところで、でここで、うん、サブポジションゴールキーパーを獲得、うん、獲得しますすごいね、すごい、何でもできますね、いやできる、大体選手何でもできる、俺ねそのイメージめっちゃ強いのよ、うんうん、奈良選手イコールゴールキーパーみたいな、うん、確かにサブポジやけん、うん、キーパーで言ったら俺奈良選手か上吾選手やけん確かにかぶってるね、うん、なかなか見れんよね、そうね、うん、で今年は村上選手がね、うん、守護神なんですけど、うん、第2ゴールキーパーは鳴田選手です、で第3が上吾選手です、はい、熱い男、熱いね、うん、熱すぎん3人とちょっとキャラ濃すぎじゃない、ね、村上、うん、奈良、城吾、ね、熱すぎ、濃いバリ渋いやキーパー、うん、はい、で、うん、その後、うん、鹿島アントラーズに完全移籍、2020年、うん、2021年シーズン、はい、で6試合出場とね、うん、なかなか出場機会にはこう恵まれませんでした、鹿島もね、まあ、犬飼選手がいたりとか ね、 ね、まあ、本当に、まあ、難しいですよね、そこはね、うんうん、ただアビスパ福岡でこれを来てくれ、うん、これを機にね来てくれて期限付き移籍、はい、今シーズンはリーグ戦24試合に出場、うん、熱いプレーでねこうファンを多くチームを引っ張ってくれました、うんうん、でねやっぱりこうファンもねずっと願ってましたけど、うん、完全移籍がそして決定というところで、うん、プレーに関してはねもう冒頭で言った通り素晴らしい、うん、もう言うこと、もう皆さん分かってると思います、そうね、僕が言うことは何もないです、うん、はい、というところで奈良選手はこういった経緯でアビスパに来てくれました、うん、はい、でまあ若くしてねこうやっぱデビューして、うん、まあ、オリンピック候補とかに入ったこうエリートガイドを歩んできたんですけども、うん、やっぱその後怪我とかね、うん、なかなかまあ
森重選手とか、うん、そういった高い壁にね、うん、あのぶつかって出場機会にこう悩んでて、うん、まあその、まあ、挫折といってもね、うん、過言ではないぐらいの経験もしてるような苦労人なんですけど、ね、うんうん、だからこそ、うん、だからこそ今のね男ならたつきがあると言っても過言ではないんじゃないでしょうか、うん、うね、いろんな経験を得てね、そうそうそう、うん、やっぱ人はね、うん、こう結構ポキッと折れて、うん、そっから立ち直った時に強くなるんで、うん、倍池口龍之介、なんかしくじり先生ってやってしまったね俺みたいになるじゃない、そんな企画ちゃうのよ、違う、ね、うん、奈良という男やけ、うん、まあそのやっぱ奈良選手だって常に強いわけじゃないんですと、うん、まあ、いろんな経験も知ったというところを知った上で見ることで、うんうんうん、さらにね、うん、奈良選手をかっこよく見えちゃう、確かにかっこよく見えたもん、俺もやっぱこれおさらいすることでね、うん、やっぱ知らんことも多かったしね、具体的に言うとね、うん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 、でまあ、こうアビスパ福岡もね今後、うん、まあ、J1 残留、ひ、うん、いては ACL ひいてはリーグ優勝、うん、目指していく中でね、うん、まあ、こういった代表だったりとかね、うん、まあ、ACL 経験した奈良選手っていうのはやっぱりこうチームに来てくれて本当に良かった、間違いない、今後は大事なね、はい、まあ、アビスパの、ね、こうレジェンドになってほしいね、なってほしい、いや嬉しいですね、うん、まあ、で多分やっぱりこうディフェンスリーダーとしてね、うん、まあ、たとえちょっとこう年齢が来たとしても、うん、やっぱりこうチームをまとめるっていうところではすごくこう、うん、キャプテンシーある選手だと思うので、うん、期待したいなと思います、はい、はい、うん、というところで今回は奈良たつき選手について振り返らせていただきました、うん、はい、何かこう追加情報とかね、うん、何か間違ってることあったら、はい、優しくしてきてください、はい、気をつきやすいです、ちょっと面白いプチ情報なんかもあったらお願いします、お願いします、はい、あとはあの福岡での目撃情報もお願いします、お願いします、ここにいたよって ね、ここでこれしてたよっていう、欲しいね、はい、包囲網、奈良包囲網、はい、お願いします。はい、ということで今回の長い動画をご視聴いただきありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。